遠い昔、戦で荒れ果てていた時代、五人の女神がこの地に降り立った。女神たちは歌を歌うことでこの世界に平和をもたらし、我々はそれを歌姫と呼び、信仰の対象として崇めた。死にたい奴から順番にかかってこい。ゼロ、大丈夫？こっちの心配はいい。全員殺すから待ってろ。この悲鳴いいね。ゼロ様の命令とあらば。我が名はオクタ。何せ私は大バカ者ですから。ゼロ待って、一緒に倒そう。気をつけろ、奴が来たぞ。やだやだよ、裏切り者のゼロだ。もう終わりだ。あれは歌姫じゃない、化け物だ。なぜだ、歌姫は世界に平和をもたらす存在ではなかったのか。やめてくれ。ドラゴンだ、本物のドラゴンだぞ。あっち、あっち。世界に歌うたいの力を持つ者は一人でいい。そのためなら妹たちだって殺すと。もちろんだ。裏切り者め。さあ歌おう、世界の終わりを。歌姫を皆殺しにするぞ。結局殺し合うしかないんだな、私たちは。